すごいビジネスマンになるにはどういうことを学べばいいんだろうか、心の壁、文化の壁を越えながら与えられたテーマについて解決していくと。コスコス副塾長の西村です。本日は特別なゲストにお越しいただきました。本日はフレキャン初代グランプリである、APU 卒業生でもある栗原ミッシェルさんにお越しいただきました。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではまず自己紹介からお願いいたします。はい、ご紹介預かりました栗原ミシェルと申します。名字は栗原ですけれども、見た目の通り私イランと日本のハーフでして、ただずっと日本で生活をしてきました。ただその中でやっぱりハーフなのもグローバルな環境にいうようなこともあって、浪人した後に APU を選んで4年間学んできました。はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では早速質問なんですけども、はいはい、APU って APS と APM っていう学部があると思うんですけども、はい、まず APS ってどんな学部なんですか？そうですね、まず APS、M っていうふうに分かれてるところで不思議だなっていうふうに思うんですけれども、はい、APS というのはアジアパシフィックスタディーズという意味がありまして、4つのことを主に学ぶことができるんですけれども、1つ目が国際関係ですね。2つ目が環境開発という分野ですね。3つ目が観光ホスピタリティというところ、今すぐトレンドですね。そうですね。4つ目が CSM、社会、メディア、文化ですね。これも今すごいトレンドだと思うんですけども、こういったことを自分で課題を見つけて、正解のない課題ばかりなので、それをどういう風にしていったら良くなっていくのか、進んでいくのかということを学んでいくような学部ですね。続いてなんですけど、APM の方を教えてくれますか？はい、まず APM という略称についてなんですけれども、これもアジアパシフィックマネジメントというところで、これは国際経営学部の略になります。でこの国際経営学部って主に一括りで言うと、まあすごいビジネスマンになるにはどういうことを学べばいいんだろうかというところが端的に言えば説明になるんですけれども、これも主にですね、一つ目はマーケティング、グローバルなマーケティングどうすればいいのかっていう話ですとか、あとは二つ目会計ですね、いわゆる簿記ですとか、あとは海外での会計士になるための簿記の勉強とかっていうことができます。で三つ目は戦略ですね、ビジネスの販売戦略ですとか、それこそ先ほどの観光に話がつながってしまうんですけれども、そういうものがないもののどういうふうに戦略を立てていけばいいのか、そういったことを勉強すること。 APS と APM っていう学部がある中で、はい、それぞれどんな人がどっちの学部に向いてるとかってありますか？私自身は APS の方に入って学んでいたんですけれども、はい、私のタイプとしては正解がないもの、自分で例えば課題を見つけたりして、まあ、さっきと被ってしまうんですけども、それを良くするためにはどうしたらいいんだろう、それを解決する糸口っていうのはどこから切り込んでいけばいいんだろうっていうところをまだ見つけていくというようなことなので、何か正解のないものに対して冒険をしたい人、うん、そうですね、自分なりの正解を導き出していくことに楽しさを感じる人っていうことがすごく向いてるのかなと思います。じゃあ続いて APM の方、はい、向いてる人、はい、どんな人なんでしょう？まあまあ、まだ皆さん高校生だと思うので、はい、まあ、どんな将来を描くかというところまでまだ深くまだ考えたことはないと思うんですけれども、まあ、将来起業してみたいですとか、なんかすごい一流のビジネスマンになりたいですとか、世界のビジネスどういうふうに動いてるんだろうっていうようなことを、まあ、事実ベースでそれを分析して、で自分はこういうふうな将来像を描いていきたいなというようなことを考える人ですね。具体的な根拠をもとに何か分析をしていくということをしたい人が向いているのかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、2つ学部が分かれているとは思うんですけども、1年生になると必修の科目がありますよね。はい、MCW というものについて教えてくれますか？はい、もうこれは学部共通でみんなが通る壁です。あ、壁なんですね。はい、これはマルチカルチュラルワークショップというようになるんですけれども、まあ、日本人は主に4月に入学すると思うんですが、外国人って9月に入学してくるんですね。ということは、日本語を知らない、日本の文化もわからない学生3人と日本人学生3人が一緒のグループになって、言葉の壁、文化の壁を越えながら
与えられたテーマについて解決していくと。ですから、企画を作っていくというような授業。まあ、セメスターを通してやると4ヶ月ぐらい。ああ、長いですね。長いですね。その間、もうずっと全く言語も文化もわからないような人と一緒に組んでやらないといけないですね。まあ、私は日本人が私いたので、相手は日本語もわからない。私たちのグループとしては、英語まだままならない子も一緒のグループにいるので、その中でどうやってグループを回していくのかというところになりますね。ちなみにどうやって解決していったかというのを教えてください。いやもう最初は喧嘩だらけで。あ、喧嘩はあるんですか。私はまだ泥棒にしてたので、英語がまだマシな方なんですけども、本当に英語で I am くらいしか出ないような子がいたので、まず言葉の壁もありましたし、日本に来たばかりの子とかは、本当に時間にルーズだったりとか、その文化が違うので、ミーティングが全然進まないとか、そこをどういうふうにお互い妥協し合っていくのかっていうところが、やっぱ大事になりましたね。許し合っていって、仲良くというか。本当にそれ大事なところでして、ね、私、魔法の言葉っていうのをよく言ってるんですけれども、お互い思ってることが正解だと思い込んじゃってるので、お互いを理解するんじゃなくて、認め合うっていう。これを考え方がいいということですね。はい、これが身につく授業ですね。なるほど。やはりその APU が掲げているビジョンになるじゃないですか。はい、世界市民とか、はい、そういったものを実現するための授業みたいな感じなんですね。そうですね。さっきの APS、APM っていうの前提もあるんですけれども、それの前提の前に、そういう今言ったの認め合うっていうことができるようになるっていうところが、その APU に行く醍醐味になっているのかなと思いますね。